大会関係者によりますと、東京オリンピックに出場するオーストラリアの女子ソフトボールチームが、来月1日にもおよそ30人で来日する方向で調整していることが分かりました。群馬県太田市で事前合宿をします。東京大会の延期後、海外のオリンピック選手団をホストタウンが受け,受け入れるのは初めてです。選手らは市が借り上げたホテルで宿泊し、 チャータータしたバスでホテルと市内の野球場を移動するほか毎日 PCR 検査を受けます。